天王寺か。いや、何も感じねえな。あのガキは。そうか、ならいい。赤の他人だ。この家の机の下で泣いてたから助けてやった。そ、途中で2階が崩れてきてな。俺がこんなざまになっちまった。病院なんてやってんのか。しようかと思っちゃいたんだがな。上等。大したパワーじゃねえか。いや、そうじゃねえな。てめえのはそんなレベルじゃねえ。さっきの光るヤッパだってよ、まともじゃねえぜ。ヒーローだな。スペシャルなんだろう。詳しいことは想像もできないけどよ。絶対にそうだと思ってたぜ。なんとかケントだって昼間は新聞記者やってんじゃねえか。そんなのどうでもいいんだ。じゃねえかよ、クソが。嘘のねえ面だってことだ。だとしても医者には連れて行ってもらうぜ。約束だからな。おい天王寺、この世はどうなっちまったんだ。怪物の噂って知ってるか。いや、俺は見てね。ただ家族と一緒にいるように命じた。クズみてえな真似はさせねえよ。ありゃなんだ。行けよ天王寺、俺はここでいい。ああいうのと戦ってんだろ。行き上がれ。自分の仕事をしろ。こっちは自力で何とかするけど、やれるのかあんなのと。じゃあとっとと行け。
うおぉ。待て、焦るな。お楽しみは。こいつが今の俺に扱える最強の魔物さ。どうして一人でこんなたくさんの魔物を呼び出せるかわかんねえって顔だな。昔よ、見え張って片っ端から契約してみたのさ。実は契約まではそう難しかねえ。呼び出すのと刺激する方がずっと厄介だ。こんなことなら、もっと上位の魔物とも契約しておくんだったぜ。そうすりゃ、もっとたくさん殺せたんだよな。なあ、どうだい、悔しいか。悔しいだろう。たくさん殺されて潰されて努力が無駄になったんだ。腹渡が煮えくり返ってんだろ。じゃあどうして避難なんてさせてんだ。言っただろ、おめえとのことだけが全てじゃねえ。今の俺は何だってやってみたい気持ちになってんだ。前向きなんだよ、活動的なのさ。こんな気分は生まれて初めてだ。これこそが自由だ、解放だ。意味なんてねえ。俺はやりたいことを全部やってるだけだ。しゃあねえよ、これが今の俺にとっては欠かせねえエネルギー源だ。こいつをぶち込めば体温が上昇し、気力体力が充実し、筋力や反射神経が格段に増す。撃てば撃つほど増す。
拳だって鉄のように固くなる。骨格も筋も強靭になる。ついでに気分もハッピーだ。知ってっか、酸素ってのは毒なんだけど、そいつを代謝に利用するようになって、生物はそうでないものより素早く強く動けるようになったんだ。毒ってのは強いエネルギーを持ってるもんだ。森は寒かったね。怪我で動けねえんだ。泥水を吸ってよ。そのうち体は腐る。腹に毒はたまるでよ。腐ったり死んじまった部分の肉を魔物に置き換えたらどうかってさ。でもよ、てめえが死にかけじゃ魔物の維持なんてできねえだろう。でもふと思ってつけてみたんだよ、俺なりに解釈した毒物代謝ってやつをさ。大成功だ。毒物を分解して得たエネルギーを俺は利用できるんだ。毒目どうせもう全部終わりだろう。いいんだよ。でもこんな楽しい時間がすぐに終わっちまうなんて実に残念だな。そう思うだろう、天王寺くん。殺した鹿島さくらは俺が殺した。だから知ってるよ。あのババア、前に俺のことをデク扱いしやがったからよ。ガーディアンの手口をいい感じに装うことができたぜ。お嬢さんにも迷惑かかってくれてるといいんだが。おっと、よくないな天王寺君。人をそんな風に言っちゃぶっ殺したくなんだろう。いいか、せっかく見せてやったんだから注意しろよ。すぐに死ぬなよな。逃走の妙味ってやつがないからな。どうしたよ、もっといろいろやってみろよ。
試してみろ。自分の限界に挑んでみろよ。恵まれてんだから頑張れや。切れ方が足りねえのか。それとも悲しみが足りねえか。どこかねえ。ありゃ、もういねえか。少し歌詞を変えるか。他になんかハッピーなイベントはねえか。俺は今最高に幸せをかみしめてんだ。あのあたりいいのがいそうだろう。恩師かよ。そりゃいい。どう一匹ずつ手足を揉いでいきゃおめえの反応でわかるか。よっしゃ、恩師当てゲームだ。だっつったろ。正解の方からシャシャリ出てくるやつがあるか。一分かけて握りつぶしてやるから、その間に勝手に話せや。お、マートル関連の捜査員だろおめえ。俺の顔がどうしたい。なんだと。毒はうめえんだよ。投稿ってのはよ、強者が弱者に強いるもんだろうがよ。
邪魔が入って悪かったな、先生。おお。そう、こいつしつけえぞ。こんなものすぐに治るんだよ。てめえ。うぜえんだよガキ。使え、天王寺。クソガキが。
天王寺、さっきの女を裂いてやるからな。言えなかったのは褒めてやるぜ先生、立派だ。あんたみたいな先生がいたら俺はきっとぶん殴ってたな。なんだどうしたことだこりゃ。まだだ、まだ納得できてねえ。もっとエネルギーがありゃいい。それで俺はどこまでもハッピーになれる。これでいい。安心だ。よくやったな、あんな化け物を。一つ言っておくが、あのメリケン、別にてめえとの勝負用に持ち歩いていたわけじゃないからな。武器じゃねえ。シルバーの一環としていいなと思ったに過ぎねえ。なんで泣いてんだてめえ。大層なもんだろう。全力でやってたじゃねえか。それでどうして大したことないなんてことがあるんだよ。上に立つもんがぐずってんじゃねえ。